新型コロナ流行後およそ4年ぶりに北朝鮮から大規模な団体が中国に渡りました。中朝国境の街では人の往来再開への期待も高まっています。昨日北朝鮮から100人規模の男女を乗せた2台の大型バスが橋を渡り中国東北部遼寧省に入りました。中朝国境で大規模な人の移動が確認されたのはおよそ4年ぶりです。中国に入国後休憩していたホテルから今選手団が出てきました。バスに乗り込みこれから駅に向かうものとみられます。関係者によりますとこの団体はカザフスタンで開かれるテコンドーの国際大会に参加する選手団とみられ、昨日夕方列車で北京に向けて出発しました。我觉得中朝这个贸易应该早点开放，对的单独那个经济发展。人的往来の再開について地元の人からは、観光や貿易面などへの期待の声が聞かれました。